はい、それでは武術の手のトレーニングの方を説明していきます。ちょうど野球の子がいるんでね、野球の手のひらをどうやって鍛えるのかと聞かれたんで、手のひらのトレーニングの仕方を説明していきます。まずは手首のストレッチです。手首をストレッチします。ゆっくりで構いません。柔らかくしてください。次に持ちやすいのと持ちにくいのがあると思いますので、持ちにくい方をストレッチします。今度は手の手ですね、伸ばします。胸を張って伸ばしてください。はい、反対です。伸ばします。次はフックですね。フックを作って手首を伸ばします。はい、フックを作って伸ばします。次は指ですね。1本、はい、2本、はい、3本、はい、4、反対、1、2、3、4、グッといいですね。次は手首全体です。手首を手で持って床につけて体重をかけます。後ろに引いて手首をストレッチしてください。そして左右に振ります。左右に振ってください。しっかり手首をストレッチします。グッといいですね。で、これが小石ですね。小石、こっちが砂で、こっちが砂鉄になっています。まずは小石からですね。小石だとこうスペースが少しありますので、小石の方が一番まあクッションが効きます。では手を立てます。野球で、まあ、内野ゴロでベアハンドとかを使うときにはこの手ですね、手のひら、それから手の甲、どちらも叩いてください。グッ、いいですね。今度は指ですね。指を力をかけずに落とす感じですね。落とす感じで指をこのように落とします。いいですね。今度は砂です。砂の方も同じように手のひら、これも力をかけずに落としてください。落とします。で、つきます。親指も同じようにしてください。手のひら、グッといいですね。今度は砂鉄ですね。この袋の作り方を前にしましたので備考欄に載せておきます。はい、叩きます。叩いて手のひらですね。手のひら、力せずに落とすだけ、落とすだけで、これも同じように指を親指も一緒に落とします。グッといいですね。今度は持ちます。指先のトレーニングですね。指先で、今度は2つですね。5キロですね。重さは5キロになってます。2つで、今度は挟むようにしてください。挟んであげます。これも回数を決めて1日何回かします。今度は同じように砂ですね。これも5キロあります。
持って重さは5キロぐらいでいいかと思います。持つトレーニングですね、持つトレーニング。そして同じように挟む挟む挟む、人差し指と中指で挟む挟むトレーニングですね。挟むトレーニング挟みます、挟みます。グッ、今度はこっちこっち挟む挟むとね、挟む挟む、グッといいですね。今度はこれはちょっと重いんですけども7キロになりますね。7キロ、持つ持つ、ぐるっと回す感じで左に回していきます。今度は反対に右に回していってください。はい、これも同じように持つ、これも同じように持つ、これも同じように親指と人差し指、親指と人差し指、人差し指と中指、人差し指と中指というふうに手の指のトレーニングですね。次は指先のトレーニングになります。今度は鉄球を3000円ぐらいで売っています。5000円になります。3000円ぐらいで5キロかなで叩きます。指先を叩く、これも落とすイメージですね、落とすイメージです。指先を強くするトレーニングですね。今度は持って持ってあげる、持ってあげる、持ってあげる。今度は指先を、体力を抜いてこのようにします。これと叩く、指を叩くと上げる、上げる、それから滑らす、滑らすトレーニングになります。グッ、これで手の甲ですね、手の甲を鍛えて、次は手の握る力ですね。鉄球を持って、鉄球を持つトレーニングですね。鉄球を持つトレーニング、鉄球を持ちます。グッド。次はこの袋ですね、袋の持つトレーニング。グッド。今度は重いやつですね、重いやつ、こう持つトレーニング。これも1分ぐらいこのように持って、時間を計って1分ぐらい持ってください。で、これも1分ぐらい持ちます。で、今度は壺状のやつですね。手首を、手を開いてこのように、このようになりますね。これを、これも同様に1分ぐらいしっかり握ってください。呼吸は鼻から呼吸をします。グッといいですね。で、手首のトレーニングはもうこの圧力は、この上げるトレーニングですね。これも5キロになります。5キロ、そうですね、10回ぐらいしてください。ゆっくり落とします。グッド。こんなもんかな。はい、最後おまけですけども、竹ですね。竹で、ボールが当たる、もうイメージして、
かり叩いてください。横ですね。これはもうボールが打席で当たったときに体を事前に準備して強くしていきます。はい、ありがとうございました。はい、やっかい発火ですね。まあ、あの消毒アルコールでいいんですけど、しっかり消毒して指先ですね、消毒をしっかりしてください。はいはい、これで指先、それから手のひらを強くする、握力ですねのトレーニング、これを、まあ、週に2回から週に3回、1回30分ぐらいでやれば、野球 の、 その手のひらを使う動作が向上するかなと思いますので、どうぞ皆さん挑戦してみてください。ありがとうございました。